はい、詐欺好きの元人形人一生です。今回はですね、日本酒。はい。パック酒。パック酒シリーズというか安酒シリーズですね。いろいろね、買ってきたんですよ。パック。紙パック、あといわゆるワンカップ大関的なやつとかね。いろいろ買ってきたんで。今回はこちら。沢の鶴という聞いたことないあのメーカーですね。初めて聞きました。これ多分以前飲んだんだけどね。まあ、またやります。の純米酒、米だけの酒。名水百選の見やすい仕込み。膨らみとキレのある味わい。これ値段100円ぐらいですよ、多分。多分ね。日本三米 100%。沢の鶴株式会社、神戸市の会社ですね。美味しいわけ。米と磨きのこだわり。かっこ日本三米 100% と、麹米 65% 磨き。名水百選、かっこ環境省選定の、南の宮水、仕込み。木元ブレンド。過去伝統的な製法。木元作りで仕込んだお酒をブレンドしました。甘辛度が中口。日本酒度がプラス2。おお、すごい！日本酒度書いてある日本酒って初めて見たかもしんない。いろいろ飲んできたけど。すごい、ごく稀にあるんですよね。日本酒度書かれてる。ほとんど書かないんですよ、日本酒度って。すごい、日本酒度プラス2だって。ちゃんと書かれてる。だから辛口、あれですね。辛口のお酒。酸度が 1.5。酸度まで書いてる。しかも、アミノ酸度まで書いてある。アミノ酸度が 1.4。すげえ。アルコール度数が 14.5 度。原材料名が米括弧国産米と米麹括弧国産米。精米部合が、麹米が 65% に、かけ米が 75% だって。すっげー！麹米とかけ米までどっちも書かれてる。俺ちょっとよくわかんないんだけど。精米部合、麹米とかけ米って、何なんだろう？俺わかんない。すごい表示、めちゃくちゃ表示されてるんだ、これ。ほんとに。すごいっすね。ここまで書かれてる日本酒な。精米部合、麹米が 65% で、かけ米が 75% って。俺そこまで知らねえんだけど。普通さ、精米部合何パーセントで終わりなんだよ、普通。それなのにわざわざ麹米とかけ米って、俺でも知らねえ。それではいただきます。うわぁ、こういう飲み方は、久々だな。マジで。完璧。うわぁ。ストローで飲む日本酒。うん。結構あれだね結構すごいよ俺。結構なんかダイレクトにすんごい米なのか、米の香り、アルコールの香りか。何やろ、米の渋い米の香りみたいのが、まあ香りなのか、米か、これ米か。アルコール、いや、
まあ、どちらにせよすごい風味がすごいですね。すごいですね、これ、なんか。なんやろな。結構えぐいっていうか渋いっすね。渋みみたいなのはありますね。うん。なんて言うんだろうな。これはなかなか飲みづらい。米だけの酒。ググってみましょう。これはちょっと渋いっすね。酸味が強いのと、えぐみも結構強い。米だけの酒。ホームページ。沢の鶴の醸造責任者が家で愛飲してるお酒だって。私が家に帰り、晩酌で楽しんでるお酒が米だけの酒です。一般的にイメージされているような安いパック酒ではなく、材料となるお米の等級も良く、味わいが軽く飲みやすい純米酒です。でも純米酒ってのはでかいよな。パックでさ、純米酒ってなかなかない。もともとワンランク上のパック酒として開発したのですが、品質が良かったせいか、国が純米酒の規定を変更し、毎日の食卓で純米酒としてお客様にお楽しみいただいております。よくわかんないけど。私たちベテラン社員にとって若い頃の開発秘話が詰まった思い出のお酒です。西高昭っていう、人ですね。人が作ったんでしょうね。ここに書いてあるんです、名前が。純米酒の美味しさをお値打ち価格で、ワンランク上のパック酒。米だけの酒は、醸造アルコール、糖類、酸味料を一切使っていない、米 100% の無添加のお酒です。程よい、旨味があって飲み飽きしない優しいお酒です。名水百選に選ばれている、南の、宮水、過去六甲山系の天然水を仕込み水に使っています。日本で最も売れている純米酒です。へえ、そうなんだ。確かに醸造アルコール使ってないのが珍しいよね。ああ。だいたいこういう安いパック酒って絶対醸造アルコールって書いてあるもん。ただ渋い。口に入れると、キュッて、口の中がしぼむ感じがするね。渋さでこう、しぼむんすよ。なんか、まあ、酸味とかもあると思うんだけど、結構、厳しいっすね、これは。口当たりがものすごい、ものすごい渋い。こんなお酒はなかなかない。まあ俺もともと純米酒ってまあ飲まねえんだけど。渋いなぁ。これは渋いわ。ものすごい渋い。でも沢の鶴って、
いうブランド自体まともに磨けねえな。ちなみにこれは、これ 180ml のやつ。で、価格が152円となってます。で、900ml のものと 1.8 リットルのものがあります。実に飲みにくい。実に飲みにくいお酒ですね、これは。なんつうんだろうな、これ渋い。飲みにくい。これは口当たりまろやかと真逆をいく酒ですな、これ。実に、真逆をいく。もう、旨味というより、えぐみの方が強い。これは多分、全く合わねえな。でも、辛口って言われりゃ、確かに辛口ではあるな。意外とこれだ、あれだな。これ 180ml って書いてあるけど、結構このさ、このサイズ感でさ、すごいちっちゃいと思うけど、実は意外と多いんだな、180ml ってことは。ワンカップ大関、一つだぜ。一缶っていうか、一瓶。これはきついわ。じゃん、うまい棒、ちまき味。まあ、多分俺には合わねえって言うんだろうな。だいたい純米酒って、飲んだことねえんだよな、あんまな。まあ、まずいから飲まねえんだろうけどさ。俺の場合、普通酒しかほぼ飲まないですよ。吟醸とか大吟醸とかは一切飲まない。で、純米酒も嫌いなんで飲まないですよ。まあ、でも、純米酒で、一番売れてるって言うんだから、まあ、好きな人はやっぱ多いんでしょうね。ただこれを飲んで、はっきりすることは、まあ、純米酒って俺には合わねえなって。そもそも純米酒っていうのは何なのかもよく分かってない人間なんだ。純米酒。純米酒をウィキペディアで見ますと、清酒のうち、米と米麹と水だけで作ったものを言うと。まあ、つまり、醸造アルコールとか使ってないっていうこっちゃな。多分ね。そういうことやな。あと、糖類とかな。米と米麹のみか。なるほどね。もっとわかりやすい。清酒の、特定名称の一つで、米と米麹、水のみを原料とし、醸造アルコールを使用しないもの。一般にコクがあり、米の旨味が強く感じられるのが特徴で、火や、ぬる燗に向く。精米部合 60% 以下のものは、純米大、間違えた。純米吟醸酒。50% 以下は、純米大吟醸。純米大吟醸酒と、表示することができる。
なるほど。コクがあるっていうよりは、個人的に渋みしかない気がする。もうコクとかのあの、あ、これがコクなんだっていう、コクっていうか、これコクなのっていう、あの渋い。ものすごい渋い。ああ。結局そういうことなんだろうな。米の旨味を、だから俺米とかあの、うん、まああんまり、もともと日本酒ってあんま好きじゃないんですよね。うん。うん。で、米の旨味が強く感じられるっていうのは、これあれなんだな。この渋みがこれ旨味なんだろうな。うん。多分そういうことやで。うん。まあ、うまみも、なんかあったよね。あのさ、鍋とかでさ、あの、アクを取らないのは、アクも、うまみ成分の一つだからとか言って、まあ、取らない人間いるじゃないですか。まあ、あれみたいなもんなんだろうな、結局な。まあ、俺もちなみにめんどくせえから取らない派なんだけどね。にしても苦いな、ね、渋いな、これな。まあ、これが好きだって言われりゃそれまでなんだけど。うん。ここまで渋い。まあ、純米酒ずっと俺飲んでなかったからなのかもしれないけど、いかにして純米酒がこう、きついっていう、というか、まあ、個人的にまずいっていうのが、よくわかりますね。うん。うん。これはもう二度と買わなくていい。うん。実にまずい。いや、うまいっていう人もいるんだろうと思うよ。確かに。ただ、これは初心者向けではねえよな。間違いなくな。ものすごいこの上級者向けだと思うよ、これは。うん。これ上級者向けっすね。これうめえ、うめえ、つって飲む人は、あの、日本酒大好き人間なんだろうな。うん。渋い。これがコクかって言われれば、確かにコクと言われればコクなんだろうな。うん。甘みはほぼ一切ないですね。うん。香り、まあ、普通ぐらいか。まあ、これは俺は買わないですね。まあ、でも、うん。まあ。うん。まあ、捨てるほどではないんで。一つ星はマジ捨てるレベルだから。実際に捨ててるからね。まあ、さすがに捨てるレベルではない。4132です。ご視聴ありがとうございました。